ドジャース婦人会は12日、日本時間13日、公式インスタグラムで食事会を開催したことを報告した。華やかな服装に身を包み、高級日本食レストランに集結。大谷翔平投手のマミコ夫人も参加し、他の選手の夫人らと交流した。ドジャース婦人会は、ガールズナイト。なんという特別な夕方なんでしょう。幹事を務めてくれたヘイワードさん。 すべてを美しくしていただきありがとうございました。と投稿したアシュリー・ケリーさん、チェルサ・フリーマンさん、ニコール・バーンズさんら15人以上が参加。カリフォルニア州マリブに店舗を構えるビーチが望めるレストランノブで行われた。テラス席で乾杯して寿司などの料理に舌鼓を打ったようだ。記念撮影も行っており、後列で微笑むマミコ夫人の姿も。婦人会 を楽しんだ様子だった